ヒーロー、ヒーロー、ヒーロー、ヒーロー。あ、ルシア。よかった、気がついたのね。あれ、僕たち竜巻に巻き込まれたはずなのに、どうして？とっさに魔法で結界を張ったの。そんなに強いものではなかったけれど。そうだったのか、ありがとうルシア。あれ、ルビーは？そこにいるわ。ショックで気を失っているみたい。すぐに気がつくと思う。ルビー、ルビー、ルビー、しっかりしろよ、おい。ああ、ヒーロー、ここ天国？あ、でもちょっと暑いみたい。天国ってもっと気楽なとこだって思ってたのにな。何言ってんの、助かったんだよ、ルーシアが魔法で助けてくれたんだ。ああ、え、本当？ルーシアが？そうさ、ルーシア、ありが…ルーシア、いないね、ヒーロー。おかしいな、どこに行ったんだろう。ヒーロー、ルシアだ。行ってみよう。あ、ヒーロー、あれは何？あれは、まいったな、こんなところまで飛ばされちまったのか。ヒーロー、ここってもしかして？何なの？あの警告は。前に話したろ、あれが亡霊の谷さ。ねえ、どうするのよヒーロー。どうするって、あそこを突っ切れば次の町までは1日の距離だけどな。まあ仕方がない、3日ほど回り道になるけど、あの谷を迂回するしかないな。迂回？どうしてそんなに遠回りをしなければならないの、ヒーロー。あの谷は亡霊の谷って呼ばれていてね、砂漠で死んだ人の魂が集まる場所だって言われてるんだ。とても危険なんで、土地の人間は誰も近づかないのさ。まあ時間がかかっても迂回していった方が。いいえ、あの谷を通っていきましょう。ルシア、お化けが出るのよ、お化けが。そうなんだ、人に取り付いて命を奪う亡霊がさまよってる谷なんだぜ。その程度の亡霊なら今の私の力でも十分に倒せるはずです。たとえどれだけの数がいるにしても、こんなところで無駄にできる時間は私にはないの、ヒーロー。そうかもしれないけど、でも危険だ。そうよ、お化けが出るんだったら。お化けが。いいえ、私がアルテナと会えなくなるよりも危険なことなどない。でもヒーローが来ないのなら私は一人でも行きます。あの渓谷を抜ければ一日で町に着けるのね。ルシア、ちょっと、本当に行っちゃうの？ヒーローたちはオアシスに戻って。さようなら、ヒーロー、ルビー。ルシア、それに彼らはそっとしておいてあげた方が。ねえ、ルシア行っちゃったよヒーロー。たく、頑固なんだからな。どうしよう。